まず皆様方のお目にかかれて大変嬉しく思っています。皆様方に対してというのはこんにちはというんですが、ご挨拶申し上げます。毎年菊の方で行っているやり方として、先生に仏教の紹介をしていただいて、その後で皆さんからの質問を受けて質疑応答の時間を取るということをするやり方が良いと思いますので、皆さんも質問を出してください。皆さんがどういうことを知りたいかということが先生も分かると思いますので、役に立つと思います。どちらにとっても役に立つと思います。その初めに、まず最初に先生の方から一般的な仏教の紹介の赤色のような形で少しお話しさせていただきたいと思います。ペナマナドルジネジュセルセイニシャテクルスジュマジスムセチマジュジャマジスムセチマソンユルナムクルチュマジラユジチュマセアユジチュマセアマルチュマセアチュマミチレイマジラです。そしてまず一番最初に、私たちには心と体というの2つのレベルが存在しています。そしてまた仏教では、心と体と言葉というこの3つのレベルにおける行いということを期待しているわけです。つまり私たちはそのような心と体という2つの2面を基本にして、そして体における汚れ、そして言葉における汚れ、そして心における汚れというこの3つの汚れを全ての人たちが持っていることになります。네네아마라즈가드니지다주마시는동에리그트니다나가트니이기트니또흔히리그트니지다아기트니そしてそれらの3つの種類の汚れに依存して、私たちは身体的な苦しみと、そして精神的な苦しみ、つまり体と心というレベルにおける2つのレベルの苦しみを持っているわけです。さあ、ルギトマスジェテラ、マルディネチメンドムスジェテラトム、チギマルチュレジェアマルトムディネ、コブン、ヤホイワセンボス。そして最初の体の上での苦しみというものがありますけれども、こういった身体的なレベルにおける苦しみというのは、薬を飲んでそれを癒したり、あるいは健康上のことに気をつけたりすることによって防いでいくことができるわけです。そしてもう一方の精神的な苦しみというものをなくす手段を提供してくれるのが宗教ということになります。ですから、たとえ健康に何の問題もなくて、そして病気にかかっても良い薬があったとしても、私たちはそれらのことによって心の苦しみを取り除くことはできないわけです。そして私たちが今学ぼうとしている仏教の教えというものも、その宗教の一つであって、私たちの持っている精神的な苦しみをなくすための手段を私たちに提供してくれるものの一つとなっているわけです。そしてこの私たちの勉強している仏教の中では、3つの宝と書きますけれども、三宝、つまりブッダと仏法と僧が、
ブッダというのは釈尊と悟りを開かれた方のことです。そして仏法というのは仏の説かれた教えのことです。そして僧伽というのは、まあ、サンガというのでサンスクリットで言ったりしますけれども、お坊さんたち の団体のことを指しているわけです。その3つのものに対して帰依をしていくわけですが、この中で一番基本となるのが仏の教えであり、仏の教えこそが私たちを苦しみから救ってくれる帰依の対象となるものとなっているわけです。何に言うの？いい植物だった。たばに慣れてこなす、たばあ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 す。そして、私たちの目指しているのは解脱の境地、 つまりそのような解脱の境地というものは、このさまざまな煩悩にまみれて暮らしている私たちの今存在している輪廻という中から解放されて、そして全ての煩悩をなくした時に至ることのできる境地のことを解脱というふうに呼んでいます。そして最終的に涅槃という言葉がありますけれども、完璧に煩悩といわれる穢れ、そして諸智障というもう一つ別のレベルの穢れがあるわけですけれども、それは全てのことを知ることができて、全ての悪いものをなくすことができた時に到達することのできる完璧なブッダの境地ということを意味しているわけです。ですからこの解脱の境地、そして完璧な悟りの境地という、この2つに至ると、いずれかに至るということを仏教とは目的としているわけです。ですからそのような目的に達するための教えを説いてくれているのが仏法、つまり釈尊の時になった仏の教えということになっているということをしっかりとまず確認するということが最初に必要となります。だってたばにめんでわてぬこばしちゃこのかねくれゆうこばしちゃでたばにめんでこばしちゃねてらとんりゆきなんてばじにわりくるようにですてらとんりゆきたちとなさめちゃてらとんりゆきそしてこのような解脱とは何なのか、そして悟りの境地、涅槃というのは一体どのようなものなのかということをまずしっかりと知るということが必要になるわけですね。そして、そういうものがどういうものかということを知った上で、そのような解脱を得たい、あるいは悟りを得たいという心からの願いを起こすということが必要になる。